皆さんこんこにちは今回は中村芽子さんについてお話しいたします是非最後までご覧いただき気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします日本の芸能界にとって2024年が悲しみの幕開けとなりました長年にわたり映画ドラマそしてバラエティにおいてその才能を発揮し続けた女優中村芽子さんが 89歳の生涯を閉じました彼女の死因は肺塞栓症で昨年12月31日の訃報は多くのファンにとって衝撃的なニュースでした中村芽子さんは東京都出身幼い頃から芸能界に身を置き天才子役とししてのキャリアをスタートさせました2歳8ヶ月での映画デビューは当時としても異例の早熟さを示しておりその後も彼女のキャリアは隆盛を極めます 映画ドラマラジオに至るまで幅広い分野での活躍は彼女が日本のエンターテインメント界の歴史の一部となっていることを証明しています中村さんの最後の公の仕事は2023年12月25日の番組収録でした生涯を演技に捧げ常に視聴者を魅了し続けた彼女の姿勢は多くの後輩芸能人たちにとっても大きな影響を与えています彼女の死は 芸能界にとって計り知れない損失でありその功績は永遠に記憶されるでしょうプライベートでは夫で作曲家の幸津義行氏と共に日本の芸能界をけん引する一家の中心人物でした彼女の長女は作家の幸津環那氏次女は女優の幸津葉月氏で芸能一家としても広く知られています中村家は才能豊かな家系として 日本の文化界に大きな足跡を残しています中村芽子さんの遺産は彼女の作品やテレビ出演を通じて後世に伝えられていくことでしょう彼女が残した影響は計り知れず今後も多くの芸能人やファンにとって大きな存在として記憶され続けることでしょう彼女の葬儀は親族のみで密葬として行われましたしかし彼女の多大な貢献を称え 多くのファンや関係者が参加できるような後日のお別れの会が計画されていますその日が来れば改めて中村芽子さんの偉大な業績を振り返り感謝の意を表する機会となるでしょうこのような偉大な女優の死は私たちにとって深い悲しみですが彼女の生きた証としての作品群を通じて中村芽子さんの光はこれからも輝き続けることでしょう彼女の生涯と業績は 私たちの心の中で永遠に生き続けます。ここからは中村芽子さんの生前の噂や活動について見ていきたいと思います。中村芽子さんは元祖天才子役と言われていたそうです。2012年には、人生の自前自宅という本を出版して話題になりました。前述の通り、中村芽子さんは1957年に結婚しました。結婚相手は作曲家の高津義之さんです。 甲津義行さんは1932年1月2日生まれ東京都の出身です中村名子さんの2歳年上となり結婚した時中村名子さんは23歳甲津義行さんは25歳でした甲津義行さんは主に映画音楽を中心に作曲歌謡曲や番組のテーマ曲主題歌吹奏楽曲など作っており 今まで作った曲の数は約300曲にも上ります。早稲田大学理工学部特別研究員、東京公共楽団理事、日本民謡協会理事などの肩書きも持っています。中村名子さんのお子さんは、娘が2人、息子が1人います。甲津環奈さん、甲津葉月さん、甲津善之助さんがいます。長女の甲津環奈さんは小説家、エッセイストをしています。 小説は数年に一冊のペースで書いていますラジオ日本ではレギュラー番組を持っているようです次女の甲津葉月さんの旦那さんは俳優の杉本哲太さんです甲津葉月さんは女優ですが2006年以降は活動していないようです3人の子供の母親なので子育てが忙しいのかもしれません長男の甲津善之助さんは画家をしていてスペインを拠点に活動しているようです 中村芽衣子さんは2014年に30年暮らした一戸建ての豪邸を手放し広さが3分の1のマンションに引っ越したそうです中村芽衣子さんはもともと正常に住んでおり引っ越し先のマンションも正常のようです住みかは変えても住み慣れた町は変えなかったようです中村芽衣子さんは2012年に「人生の姉妹自宅」という本を出版してから 徐々に身の回りの品を片付けていったそうですが引っ越しの時トラック7台分のものを処分したそうです中村名子さんは着物を多く持っていて人にあげた以外に残った100枚ほどは捨てたそうです中村名子さんの着物は何十万から何百万で仕立てたものもあるようですが着物は売りに出しても値が付かないそうです着物はリサイクルに出すと価値がほとんどないんです 何十万円で買った着物に3,000円の値を付けられて嫌な気分になるくらいなら捨てた方がスッキリします」と述べています中村芽子さんと美空ひばりさんは互いに幼い頃から俳優歌手として芸能界で活躍した大親友同士だと言われていました家族ぐるみの付き合いの中で本当の姉妹のように接してきた中村芽子さんと美空ひばりさんは15歳の頃から 連日芸バーなどを飲み歩いいたと言います日本芸能史を代表する超大物の中村芽子さんと美空ひばりさんの酒の席とは想像しがたいものですある時は二人でおでん屋台の主人が寝ている間に自宅前の公園まで押して移動させてしまったというお茶目なエピソードには拍子抜けしてしまいますその後中村芽子さんと美空ひばりさんは食べたおでんの3倍以上の料金を払って 屋台を残したたまま再び飲みに行ったそうです。こうした気の置けない関係は中村芽子さんが結婚した後も続きましたがやがて美空ひばりさんは狩猟がたたって病気になってしまいました「何で私だけ病気にならないの?」という中村芽子さんに「美空ひばりさんは芽子は止めてくれる人がいるでしょう私はいないからその後も飲んでいたのよ」と言ったそうです。こうしたた心情をとろできたのは、 中村芽子さんと美空ひばりさんがいかに近い存在だったかを物語っているようでもあります中村芽子さんは前述の通り2014年に30年間暮らした自宅豪邸を手放して3分の1の広さのマンションに引っ越していますもともと中村芽子さんは思い出を大切にするタイプでしたが2010年大人気エッセイ人生の自前自宅だって気になるじゃない死んだ後のこと を出版したあたりから2年間にわたり、長い女優生活の証である台本などの資料、NHK 紅白歌合戦で来た振袖などの衣装や、夫のグランドピアノまでトラック7台分もの身の回りの品を処分したといいます。また、事務所スタッフが自宅の一室に保管してくれていた中村芽子さんのポスターやブロマイド類も、みそらひばりのように歴史的価値はないとの理由で、すべて処分しています。 わわざわざ手狭のマンションに引っ越したのは狭ければ必要最低限のもの以外をため込まないとの意図があったそうです自分が亡き後と家族や友人の手を煩わせることのないようにと始めた就活の一環でしたかつて睡眠時間が2時間という超ハードスケジュールをこなす日々の中ノイローゼ気味になっていたという中村明子さんは自殺未遂をするも助かり 駆けつけつててきてくれたたさんとと交際すす。るようなったと言います当日仕事があった中ふと気づくとお気に入りの雑貨屋に行くも店員の何気ない言葉にカチンときて無性に悲しくなり死にたい死んでしまおうとタクシーに乗って湘南方向に向かったという中村芽子さん。なぜか横浜の南京町でタクシーの運転手さんを誘い一緒にラーメンを食べたそうです。 その後茅ヶ崎海岸に行くととにかく悲しくて悲しくて仕方なくさらには全てが面倒くさくもう現実には戻りたくないという気持ちでいっぱいになり死のうと海に入ったそうです中村芽子さんは泳ぎが得意だったため本能で泳いでしまい沖に行っても沈まずそのうち疲れてきたそうでその後の記憶がなく 気がつくと波打ち際に浮かんでいたそうです。するとそこを、たまたま徳川無精さんの娘さんが通りかかり、驚きつつも旅館に連れて行ってくれたそうです。旅館に着くと、ここへ連絡をお願いします。と、甲津義行さんの連絡先が書かれた小さなメモを渡したのだそうです。この時はまだ、甲津さんとは交際していなかったそうですが、両親や芸能界の人に連絡すると大事になりそうだったため、 芸能界以外で唯一親しくしていた康ズ義幸さんに連絡しようと思ったのだそうです。すると康ズ義幸さんはすぐに駆けつけてきてくれ、さらには関係者に連絡し事務処理までしてくれたそうです。このことをきっかけに康ズ義幸さんとは以前より親しくなりほどなくして交際に発展しました。いかがだったでしょうか。今回は中村明子さんに関する情報を見てきました。 中村芽衣子さんは子供が独り立ちした後、夫婦だけで楽しく生きるために夫婦でで別々の趣味を持つこと勧めているそうです。夫にゴルフを習うとやれ下手だの覚えが悪いだのと喧嘩になるそれよりそれぞれが趣味をうんと楽しんで「今日は楽しく過ごさせてもらった」と帰宅すれば「素敵なディナーが楽しめると思うのね」と話していました皆さんの意見をぜひコメントで教えてください ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。